です。待ってます。ここはどこだ？16号か。で、宮原に向かうと。年金事務所行くと。会社の手続きを。会社の手続き。会社なのか、岡野周平個人なのか。え、リュウタは年金のやつは大丈夫ってことなんだっけ？埼玉市内の移動だからって言ってなかった？あ、なんか言ってましたね。あ、そうだそう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 。あとなんだっけな、あれこれ、いや、あ、あっちだ、あっちか。あ、でも池袋ってこと？あ、違うか。なんかね、こっち行くの、こっち行くと、あの17号バイパスの、あ、あっち側に行っちゃう、あっち側に右に行く感じ。あ、そっか、宮原って絶妙な、あっちが南、右斜め前だから。そう。真っ暗辺を曲がるみたいな。ああ、そう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 。マックか、一本先か曲がる。なんか年金は、とりあえず7月1日のまでは払おうかなって。ああ。そっからは、会社天引きみたいな感じ。多分なると思う。っていう認識でやったの。特にあんま気にしなかったですね。やんないと分かんないですよ、ね、ずっと会社いると。全く分かんない。自分も半年空白な期間があったんで、あ、そこでいろいろ調べて、うん、なんかまあ大丈夫だろうみたいな感じになりました。去年の11月ぐらいからか、あれ違かったっけ。あ、でもそんぐらいとかすか、うん、やっぱうどんまあまあたまりますね。富士店っていうんですか、富士、あれがね、棚っていうもん、富士棚っていうもん、富士棚なんす、マジ読めるかって話じゃん。富士店なのかと思ってました、うん、そうなんだ。 Google がなんかこういう絶妙な案内にしました。ここでも曲がって、まっすぐ行って、まっすぐ行って次はなんかどう行くのがいいんだろうね。謎すぎる。まあ、適当に右曲がってコニョコニョ行くんだ。そう、次大きい信号を右曲がって、じゃあこの次の信号に、ね、右曲がってくねくねしたい。なんでさ、そこにマックがあることをさ、知ってた？結構通るから、ここ。あ、そうですね。そこに、あんの知ってて。だいたいマックシェイク買う。車で乗ってるとき。そうですね。飛ばしてるとき。あそこでマックシェイク買うと。基本的に。基本的に。助手席なんで。マックマックって言うんで。ここら辺は覚えましたね。よく、バーって大宮行ったの。あ、大学生のときにそれこそ彼女の家に。なるほど、ね。次から大宮の。日清だったんですけど、こうバーってちゃんと。なるほどね。じゃあ知ってるんだ。そうそう、確かに16号乗ってバーってくるってことだよね、ここまで。あ、そうそうそう。20分、30分かかんないでしょ。そうですね。うちまで25分とかなんで、今月から。そんぐらいで、空いてる友達とか10分とかで来れるって感じました。どんだけ飛ばしてんの？早いっすけど。140ぐらい出してんの？下道で。ハイスピードっすね。何キロとは聞いてないですけど。まあ深夜で空いてたら出しちゃうのかもしんないけどさ。あ、怖い。トラックばっかだな。この時間はもう、ね、怪しい。11時か。何をそんな運ぶものがあるのかっていう。まあ、ネットが発達した代償さ。通販か。逆に需要多そうっすもんね、持って。なんですね。もう歩いてドラッグストア行って買えばいいじゃんってものすらネットで頼んじゃうもんな。そうそう。ウーバーイーツとかもそうっすね。いや、ほんとだよ。意味わかんないっす。僕、あの、右斜めはいけないっすよ。いや、厳しいっすよ。ちょっと厳しい。いけんのか、あれ。生きていいものなのか、謎。気持ちの問題っす。気持ちの問題だな。イエローサブマリンって知ってるわ、これ。
イエローサブマリン。なんかね、ゲームというか、プラモデル、プラモデルとか。ラジコンとかと、うん、人いない。うん。好きな人、ここまで来てる。ここも宮原ですか、ね、もう宮原の駅だよね、これ左行ったら。それこそ高校の時とかここら辺の友達が多かったんで、宮原に住んでるやつ。そうですね、大宮東だったんで、基本的にもう大宮付近。ああそうだよね、みんなチャリンコ電車か。いや、チャリで来てましたよ、みんな基本的に。30分ぐらいかけて。そうですね、30分。自分も家から15、20分ぐらいとかだったんで。あ、原付は乗っちゃいけないのか。あ、もう原付乗ったらもう殺されますよ。あ、普通の高校とかならあれですけど、なんかうちの高校マジで厳しかったんで。なるほど、ね、殺される。殺されますね。宮原駅前はセイムスもあって、そこにスーパーもあって、やっぱり便利。飲み屋多いイメージがあります。ポロポロあるね、反対側とか。個人店っていうんですか。あとなんか謎のパブみたいなのもあるし。宮原か。宮原自分に。宮原。あ、そうだね。宮原と言ったらなんだっけ。宮原って別に降りるようじゃないよ。ないですね、友達ん家ぐらいだったんで。そう、電車で宮原に降りる用事は皆無じゃない。まあ一回もないんじゃない、普通の人生歩んでた。ないっすね、うん、だってスーパーもないしさ、別にロジャースとかあるなら来るんですけど、うん、で、あとステラタウンも宮原じゃなくてトロの方だし、どっちかっていうと、まあ、車で行くしね。あときついし、スラタウン、トロか、トロ日清とか、あ、日清のイメージなんですけど、ちょっと違う。日清もさ、用事なかったらやっぱり行く必要ない場所だからですよ。日清も確かに特に。揚げ屋はなんか、マルヒロとかデパートがあったりして、なんか行く用事があったんだよね。あとなんかプールとか、大きい公園ある。ああ、そうだね。あ、てかね、これ先々週ここのつけ麺食ったわ。レッツ。レッツ。とりあえず写真だけ残しておいて。SNS にはまだ上げてないですか？上げてない、上げてない。なんか、とりあえず写真撮ってみて。そう、なんかここら辺すごいいいなと思って、なんか飲食店も後ろの方とかあるし、でこれ多分17号じゃなくて、旧中仙道だったんですよ。中仙道って読む。中仙道です。やばいです。岩槻の人は中仙道は通んないから知らなくて普通だと思う。なかなか通んないですね、これ。ちょっと疲れいいよな、なんかちょうどいいわ。落ち着いてますね。確かになんかで古くていいじゃん、なんかで、あと、うん、ダサい、いい感じでダサくていいわ。しかも全然西尾宮より店あります。店あるよね。まあ、西尾宮なさすぎるんで。やばいっすね、本当に。クソみたい。昨日、あの、それこそ周さんちから歩いて帰ったんですけど、やばかったっしょ。あの、森しかなくてもいいです。あっち側。いや、マジあそこから歩いて帰ったらやばいから。あの、駅前なのに森しかねえやみたいな。森っていうか、緑。本当に伸びる余地ゼロなんじゃないかっていう。本当北側のみ発展していくけど、南側取り残されてるっていう。やばいですよね、あれ。もったいないですよね。もったいないよ、マジで。人いっぱい住んでんのに。どっかがやっぱメス入れないと、ちっちゃい店は入れないんでしょう、うん、なんか、だからな。あ、でもあれか、 JR が力を入れないと開拓するものが誰もいないってことですよ。東京とかはなんか東急とかの土地買って店作ってとかみたいなイメージがあるんですけど、埼玉ってあんまりそういうイメージがないんですよ。確かに街づくりっていう観点においては。そうだな。女の人
人さ、あんなアグレッシブな通り方女子がする、あそこ埼玉っぽい、埼玉っぽいですね。確かに年齢も結構いってたのなんか若いと思ったら不女子感、不女子感あったよね。28ぐらい、28、今年29、偏見が。いや、クソ流行ってる。パソコンはすごそうですね、テクニック。テクニックすごめん。あ、これだ。あ、書いてあった。マンション。こんなとこにあるの。あ、これか。大宮年金事務所。